まあ、リピート通販をやっていく上で、こう売り上げっていう概念をちゃんと持ってた方がいいんですよね。で、売り上げっていうのは、簡単に言うと、客数かける客単価で購入頻度というですね、まあ、方程式っていうことの方程式じゃないですけど、掛け算によって生まれると。まあ、何人の人がいくらで、どれくらいの頻度で、で、ここをどうやって伸ばすか、客数をどうやって伸ばすか、客単価をどうやって伸ばすか、購入頻度をどうやって伸ばすかっていうことを考えると売上っていうのは上がりますよっていうことになるわけですね。ですから、これは単品リピート通販に限らず、例えば飲食店とか、レストランとか、ラーメン屋さんとか、そういうところでも同じことが考えられますし、アパレルみたいな洋服とかをやってるところも同じようなことが考えられるんですけども、なかなかこの一個一個を上げるのはどうしたらいいかっていうのをですね、こう考える癖がないと、なんかとりあえず新製品だけ作ればいいんでしょうみたいなことばっかり考えちゃうので、そうではないですよと。売上ってあくまでこの掛け算ですよと。そうすると客数ってのは何ですかっていうと、見込み客かける購入率なわけですね。見込み客というのは、個人情報を持っている購入の可能性のあるお客様ですね。だからその辺歩いてる人間っていうのは客のうち入らないので、個人情報を持っているお客様のうち、どれくらいの人が買ってくれますか。で、この購入率っていうのを上げるっていうことが重要なわけですし、そもそもの見込み客の数を集めなきゃいけないということが言えるわけです。で、今度客単価を上げましょうっていう話になると、まあ、商品自体の価格を上げるっていう手立てもあるんですけども、まとめ買いをしてもらうという方法、それからキャンペーンをしてもらう、キャンペーンをするっていう方法ですね。今は、なんとかキャンペーンだから。で、キャンペーンっていうのは、自分勝手に決めていいものなので、何でもいいからキャンペーン作るんですね。例えば、菅総理大臣就任祝いキャンペーンとかね、関係あるんですかとかってツッコミは置いといて、何でもいいんですよ。ともかく、発売開始1周年記念キャンペーンとかね、1周年でキャンペーンですかって話もあるんだけど、もうともかく何でもいいからキャンペーンやると。あとはそのお誕生日っていうのがあったら、お誕生日キャンペーンのあなたには特別にこういうものをまたあげますよということもあるわけです。あ、ちなみにですね、客単価を、商品単価を上げて売り上げをアップするっていう方法をとっていて、まあ、今はコロナだから大変ですけど、成功した例としては、例えばディズニーランドっていうのはありますね。ディズニーランドは入場料金とか年間パスポートっていう料金をちょっとずつちょっとずつちょっとずつ上げるんですね。ドンと上げなくて、ちょっとずつちょっとずつ上げるので、わかんないわけですよ、たまにしか行かない人は。昔行った時はなんか5000円ぐらいで入れたけど、今って8000円もするのねっていうふうに、しばらく行かないと高いってわかるんだけど、なんかその差が1000円もいかないぐらいの差でしか値上がりしてないので、よくわかんないって感じなんですね。で、そういう方法もあります。それから購入頻度を上げる方法、今は毎月定期っていう頭でやってます。これは単純にシステムが簡単だし、物がそういうシステムだから毎月っていうふうにしてますけども、毎週売っても別に構わないわけだし、毎日売ってもいいわけですね。で、毎日売ってる典型例は、生協とかですね、宅配の、まあ、今はないけど、牛乳とか昔は宅配で送ってきてくれたりとか、まあ、そういったこともありますね。商品点数が例えばすごい増えてきて、いろんなものとか買えますとかっていうなってきた場合は、例えばサブスクリプションサービスって言って、一定金額最初に取っておいて、それだったらもういくらでもそのサプリ飲んでもいいよとかっていうふうに言ってる手もあるわけですね。ですから、この客数、客単価、購入頻度をちょっとでも上げられる方法を常に考える。ともかくお金を稼ぐ方法っていうのを常に考える。お金を稼ぐっていうのは悪ではなくて、お客さんの満足度が高ければ売り上げは上がるんですね。お客さんの満足度が高ければ購入金額は上がるので、騙してるわけではないわけなので、セールスをしないことにはお客さんって買ってくれないんですよ。なんかぼーっと立ってるだけで、すいませんくださいっていうような商売っていうのはないので、必ずこっち側からセールスを仕掛けないとダメなんですね。私もそうですけど、関東の人間ってどうしてもアプローチするのが苦手なので、何かあったら言ってくださいねって、こう街に入っちゃうんだけど、そうじゃなくて、コンタクト揺さぶらないとお客さんって買ってくれないし、あ、ちょうどいいとこに来たから注文するわとか、メール来たから注文するわとか、まあそういう感じで、接触頻度を上げないと購入って至らないので、ともかく買え買えっていうよりは、どうもこんにちは来ました、じゃあねぐらいの感じでもいいんですけど、ともかく接触頻度を増やしていくとお客さんって買う気になっていくので、そこの作戦は、そのさっきのメールでもそうですけど、考えた方がいいというふうに思います。